はようございます。元バンディット 400V です。2019年3月24日日曜日7時42分です。今回も張り切って元ブログやっていきましょう。普段土曜日走ってますけども、昨日、お仕事だったんで、日曜日、走ってます。なんか 春めかしいっていうか、このすっかり、先週になっちゃいますね。かなり気温上がりました。最高気温20度超えた日が何日か、ありました。なんかそんな日でもこうなんて言うんでしょう、コートとかジャンパーとかその防寒の、服装してる人結構見かけました。暑いと思うんですけども、なんかこう衣替えじゃないですけども、その朝方寒かったんで、そういう格好で出てきたのかもしれないですけども、でもどう考えても、なんかセーター着てさらにその上にコートとか、まあ、それってちょっとなんか変だな。統一地方選挙っていうのがこの春ありまして、私横浜住んでますけども、神奈川県の県知事とこれから、神奈川県議会議員から横浜市議会議員、3つの、選挙が4月7日の投票です。で、選挙になると、何でしょう、ポスターを貼る掲示板が街のいろんなところに建てられますけども、掲示板の数っていうんですかね、あれどうやって決めてるのかなと思って、要はその告示する前、要はその立候補者の数が、はっきりする前にあれ立ててるんですよね。なんで、多分少なくてもこれ以上は立候補しないと思う数を発注してると思うんですね。いやだってポスター、実は後から立候補受付したら掲示板の数足りなくてまた追加で看板立ててもらうって言ったら、まあ倍にはならないと思うんですけども、かなりの経費またかかっちゃうんで、まあ無駄でもいいっていうか、その何でしょう、ちょっと多めに発注してるんじゃないかな。で実際その県議会議員が違う知事か知事選挙のところは確かね 4コマついてたような気がしますね。6コマ4コマで結局ポスター貼られてるのは2枚だけだったんで、まあまあそのこのぐらい余裕があってやってんのかなと。横浜アリーナなんか人が並んでるんで、なんかイベントがあるんだと思います。何でしょう、後から調べてみようか。で今回の話は、知らなかったんで、知らなかったっていうか、もったいないことしたなっていう、動画のお話です。こうやって元ブログはずっとやってるんですけども、恥ずかしいんで顔出しはしてないです。してないっていうのは、なんだろう、開封動画とか、もろもろ元ブログ以外にも動画撮ってますが、なんだろう、意図しないで実は顔が映っちゃってるケースがあって、例えばその、商品のケースとかそういうところに顔が映っちゃってるケースがあるんですね。
まあ、ヘルメットなんかもまあそうなんですけども、とかあとは何だろう、ミラー、まあ、バイクのミラーに、まあ、顔が映っちゃったと。で、まあ、さすがにその、ミラーに映った顔は、がっつり消してるんですけども、中にはちょっと映り込んでるところがあったりします。ただ、まあ、一応そういう場面は極力、カットして動画編集はしてるんですけども、そうすると、こうやって話してる、ところがブツブツ、要は音声が途切れちゃって、何言ってるのか分かんない動画になっちゃったのも何本かあって、まあ、結局それで動画、捨てちゃったものもあるし、まあ、それはそれでブツブツ切れたまんま、投稿したのもあります。で今考えるとぼかしっていう効果をつければ別にカットしなくてもよかったかなと。まあ、見る方から言うとそのぼかしが入って煩わしいと思うか、それとも音声が途切れてなんだってなるか、まあ、どっちが動画見た時に見やすいかっていうところになると思うんですけども、まあ音声切れるよりはちょこっとモザイクがかかった動画の方がまだ見やすいのかなと、というのを今更ながらに気がついて、まあ、今後ですね、もし、まあ、間違って顔が映っちゃったという場合はそういう編集のやっていこうかなと思いました。もう370本ぐらいですね、実はもう動画投稿してるんですけども、今更そういう動画編集の、テクニックを、気がついたというお話でした。今回の元ブログはこの辺で終わりにします。最後までご視聴ありがとうございました。